シグナス CRSOV-3 はオービタル、サイエンシズ社のシグナス無人宇宙補給機。オービタル -3 やオービタルサイエンシズ、CRS フライト3などとしても知られる。2014年10月28日、i s s への4回目の飛行、アンタレスの5回目の飛行として打ち上げられたが、打ち上げ15秒後に指令破壊により爆散した。 アンタレスに取り付けられるシグナスオーブマイナス a ナサとの商業補給サービス契約下で打ち上げられる8機の輸送機のうち3機目であった。第2弾により強力なキャスター 30XL を採用したアンタレス130型の初飛行であり、標準台のシグナスカー使物モジュールの最終飛行であった。オービタルサイエンシズの慣例として1993年に亡くなった。 マーキュリー7の宇宙飛行士のドナルド・スレイトンに、ちなんで、SS デケ・スレイトンと名付けられた。打ち上げは2014年10月27日22時45分に、ワロップス島のワロップス飛行施設中部大西洋、地域宇宙基地 LP-0A で予定されており、11月2日の早朝に ISS と会合することが予定されていた。 これはアンタレスにとってもシグナスにとっても初の夜間打ち上げであった。打ち上げは打ち上げ前の立ち入り禁止区域へのヨットの侵入によって安全への懸念から延期された。24時間の打ち上げ延期が行われ、打ち上げは2014年10月28日の22時22分38秒に再設定された。メディアを再生する打ち上げ時の映像二千十四年十月二十八日に アンタレスの打ち上げが実行された。しかし、打ち上げ15秒後、一段目の推進装置に障害が発生し、機体は水力を失い発射台へ戻り始めた。地面に到達する前に、車上安全管理のためはロップス車上管理センターの指令によって作動した飛行停止装置によって破壊された。爆発は3 0トル以上離れたメリーランド州、北雲木でも感じられた。 火災は素早く封じ込められ、一晩の間燃え続けた。当初の報告では、発射前と発射シークエンス、飛行のいずれも打ち上げ失敗の瞬間まで、テレメトリデータには異常が見つからなかった。報道発表によると、NASA は打ち上げ前に、基地の問題は存在せず、死傷者はなかったもののペイロードは、全損し発射台が重大な損傷を受けたと述べた。しかし、 10月29日の調査では、修理が必要であるものの発射台と、車上燃料タンクには重大なダメージが見つからなかったとされた。2014年10月29日、研究チームは墜落現場で残骸の調査を始めた。オーブマイナス3は、打ち上げ直前に決められたものも含め様々な NASA 製造の貨物を搭載しており、ISS のための2 3 0 0ラムの補給品と、 装置類を搭載していた。加えて、アーキド -3 衛星が ISS へ輸送される予定であった。プラネットラボは26機の小型地球観測衛星群のフロック -1D を打ち上げる予定であった。事故後、プラネットラボはこれによって衛星群による多くの衛星を使った宇宙への取り組みの進展を後退させることはないと述べた。 アーキドマイナス3は 3U のプラネタリーリソーシズ社のキューブサット技術試験衛星。PRI は自社製のより大型の望遠用衛星アーキドマイナス100衛星を元とした様々な衛星技術をサブスケールの小型衛星の初期型試験機として費用対効果の高い衛星に組み上げアーキドマイナス3または A マイナス3と名付けた。 アーキドマイナス3は10、1 30センチメートルの筐体を持つ 3U キューブサットとして組み上げられた。PRI はアーキドマイナス3を ISS の希望のエアロックから放出する計画を立て ISS までの輸送についてナノラックス社と契約した。試験するサブシステムはアビオニクス構成追跡機に加えセンサーやアクチュエータなどの高度制御系、 今後の炭鉱用のアーキド系衛星の近接飛行を可能にする統合型推進系などであった。アーキド -3 は惑星資源衛星技術の妥当性確認と向上に向けた短期的試みとして2015年のアーキド -100 の打ち上げと飛行試験より前の2014年10月に打ち上げが計画された。学生宇宙飛行実験プログラムの一部として結晶形成、 修士発が植物成長、他の微小重力化のプロセスなどの調査のために学生が設計した装置18機が搭載されていた。またアージュラブによるの最初のオープンソース利用の学生装置が積まれていた。また、レース及びゴンクスマイナス -2 の2機のアマチュアラジオ小型衛星も搭載されていた。ゴンクス -2 は2つのペイロードであり、1つのペイロードは シンガポール国立大学量子情報研究所の設計した小型漁子もつれ量子システムのための草分け的な実験装置で、もう一つは空力抵抗を増加させることで小型衛星を軌道から取り除くセールブレーキ実験装置であった。総重量2 2 1 5ラム梱包材料などを含めた重量2 2 9 4ラムいくつかの先行予備調査によって、 オービタル社は、オーブマイナス3の打ち上げ失敗原因は、ロシア製の NK-33 エンジンを改装した、エアロジェットロケットダイン製アージマイナス26エンジンのターボポンプの故障であると推定した。NASA の事故調査報告は2015年10月に公表された。オービタル社は NASA から委託された、商業補給サービスの責務を果たすため、 アンタレス用の代替エンジンが選定、試験されるまでの間、2015年中にアトラス V を用いて最低1機の追加のシグナス輸送機打ち上げを計画している。オービタル社は事故前からアージ -26 の代替用エンジンの評価と見直しを行っていた。オービタル社はアンタレスのアージ -26 をエネルゴマシュの RD-181 に置き換えると公式に 発表した。ロシアもソユーズ -2 で使われていた NK-33 の代替として同系統の RD-193 を利用している。再設計型アンタレスの飛行再開は2016年に予定されている。2015年1月の時点でワロップス飛行施設は修理が継続しており、その後2015年9月末に修理が完了している。 基本的に光学系の宇宙望遠鏡技術を除いて2013年1月に展開されたアーキド -100 衛星型を踏襲していた RD-193 の輸出型。ありがとうございます。